はい、どうも、デッシーです。多分ね、回ったと思うんすよね。もう一度見てみましょうかね。一応ね。あのね、いつも言ってる、右側、ダンジョンとかね、迷路とかの、賢い生き方とか、もうずっと右壁に沿っていく感じでいきますね。多分もう行ってると思うんですよね。見逃してるとしたら、なんかやっぱりライトの魔法とかで、まあとりあえずここはちょっと、まあ正規のルートだから、とりあえず置いとくと、ちょいちょい、まあせっかくなんでね、お金とかも貯める感じで行きましょう。まだ全然5000ゴールド、タルワール5000ゴールドでしたからね。タワールでしたっけ。なのでとりあえず右ここも行きますと。でもなんにもないんですよね、基本的には。右行って、おーい、レベルアップ。右、ずっと右。ここら辺のやつももう敵じゃないっすね。で、ここは上がれないのよね。でもなんかね、上がれるような感じだったと思うんすよね。途中で。どこだったかな。で、ここ降りちゃうとダメなんで、ちょっと降りずに、ここ回っていって、これ何もなしだと。サクサクいっちゃいますね。これはもう来たところですもんね、多分。来たところに戻ってきて、またこっちも行き止まりで、行き止まりで、ここで、まあここも下行っちゃうと、もう戻っちゃうっていう、危ね。ということで、もう全部いった感じですかね。そうですね。ちょっと待て、ちょっとやばくね。まだ一応大丈夫、ギリ大丈夫。そうですね、回った感じ。ここは全部回ったと。このフィールドは一応アイテム使っとくか。一応ね、怖いんで。OK。万に一つっていうのがありますからね。鷹の彫像とか何に使うのかちょっとよくわからないんですけれども。こいつと正面、こいつも正面衝突大丈夫だと。まあ、あとは変な角度と、そう、こんな感じで変な角度で突っ込まれない限り、ここはもう大丈夫だと。いうことっすね。よし、オッケーオッケー。おら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 と。で、ヒョウムの玉のところを先に進んでいくと。一応ここ見ましょうか。一応ね、ここも大丈夫だと。なるほどと。で、一個やってないのが、やっぱりライトの魔法を、なんか、雪が溜まってたところですね。あそこで使ってないので、ちょっと使ってみようかなとは思ってますね。この下よね、宝箱ね。気になりますよね。で、まあ、ここまでは全部敵さんは一緒か。で、もう一つホラー穴、あれ?ホラー穴が、ここにあって、また新しいとこって感じですよね。ここは実質一本道だと。どういう感じで実質一本道なのかよくわかんないですけど。で、また新しい、まだ、まだきついだろうね。正面衝突は。ダメっすね。
ここの上が全く行けてないからね、やっぱり絶対なんかその行けるアイテムがあるんでしょう。丁寧に丁寧に丁寧に行こう。慌てず一本、一本だ。落ち着いて一本行こう。よし。でギガンテスがいて、よっしゃー、もうこの距離で倒せるようになりましたから、ずいぶん強くなりましたよ。もうOK。で、ナイト。で、ここ降りたところが宝箱のところですよね。まあ、一旦ちょっと、持ち越しでっていう感じで行きたいなと。うい。持ち越いやと。OK。こっちはこっちだろ。ドッセイト、ウィー、いいね。これもこやつもいけるでしょう。おっと危ねえ。よしよしよし。ちょっと HP がね高くなってくると、まあ油断しちゃうんですが、まあまあまあ油断せず、今ちょっと甘めですね。もうちょっとちゃんとしないと本当に死んじゃうんで。薬草がもうないんでね、徐々に怖くなってきたかな。こうやって下がってヒット、おーほらほらほら、怖い怖い怖い、やばいやばいやばい。あれ、ファイヤー追跡弾みたいになってたの今。追跡弾になってる、ファイヤー。あれ、え、すごくない、ファイヤー。あれ、ファイヤーすごくない、追跡機能ついたよ、ファイヤー、やば。お、え、強くね。お、いいね。え、元からついてた感じ、そんなことないよね。で、これがさっきの上のところから降りてきたところだもんね。いやー、ないな。追跡機能ついた感じになってる。ただそのおかげで自分でコントロールできないっていう、ね、ここでライトの魔法っすよね。多分ないと思うんす。違う、これでん、どっちだ、こっちか。何にも起きない。ファイヤーがダメだったんすもんね。何発か当てないとダメとかかな。違うっぽいな。いやー、どういうことだ。やばい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 。ちょっと待て。この野郎、てめえ。一旦戻ろう。ゴールドが5000いったんで、今度はリターンで戻れますね。これで、ランスブラー、まだ一つしかないと思う。OK、いやー、安心するわ。すっげー安心する。で、いつもの感じで。一晩泊まって、泊まらせていただいて、朝食いただいてと。で、薬草買うと。いやー、どうしたもんだかと。ちょっと武器、いや、武器、防具の方がいいのかな。シールドが8000でしたっけ？厳しい。装備買おう。こっちですね。行こう。OK。これでだいぶ。あ、そうか。鉄鉱石もどこにあるのか謎ですよね。
わからんぞと。わ、いいね、この切れ味抜群。これ曲がってるのが切れやすいようにっていう趣旨なんですよね。だから完全に人を切るための剣。その曲がってる感じの、いつに発売いつのものかってのは知らんすけれどもね、なんか烈火の炎かなんかで三日神が言ってたような気がする。ちょっと待って、装備ファイヤーに変えとこうぜ。こう間違えてね、リターン使っちゃうと微妙なんで。なんかあんま強くなった気はしないけどね。ただまあまあまあ強くなってるんでしょう。いやー、どうなんすかね。ライト、いやでもなんかファイヤーな気がするんだけど、ちゃんと当てないとダメとか。でもちゃんと当ててたよな。でしかも村がね、どっかにあったはずなんですよ。ここも行きたいんだけどね。え、下なのかな。わ、ひでえな。でここ行ってで敵が変わると、そういうことですよね。攻撃力があるだけじゃダメなんですね。あー、でも随分楽になってるわ。楽になってる。おっと、危ねえな、この野郎。まあ、慌てず。宝箱が今2つあると、とりあえず。とりあえず8000だよね。盾8000ゴールド。あ、もうでも1000もう溜まってるんだ。え、どんぐらいもらえてる？ギガンテスとか20。あ、でも20しかもらえないけれども、結構戦うとそこそこもうもらえる感じなんだ。薬草使っとこう。いや、マジ怖いんで、本当に怖いんで。で、なんだったらファイヤーが余ってリターンとか返ってきたから、結構な感じでファイヤー使っちゃってもいいかもしれないですね。この下がもうここですもんね。何もないと。で、ギガンテス。怖っ。こういう狭いとこはファイヤーでもうやっちゃった方がいいっすね。どういうことだよ。まあ、どういうことだよ。そういうことっすよ。すっげえ便利。あれ、いや、ちょっと無駄遣いはよくねえな。村、その綺麗なね、姉ちゃんが武器屋のね、村もあったんすよ。どこだったかな。なんかそんな隠し、すごい隠しとかじゃなかった気がするんだけど。あれ、でもイースってどんな感じだったっけ。ワンは結構隠し、変な隠しはなかったと思うんですよね。あの最後ラストダンジョン1のラストダンジョンで、なんかおっしゃおっしゃ、もうこれでいける、捕まってたところには、なんか変な赤い人が捕まってたとこみたいなところはなんか覚えてるんだけど、なんであそこにいるのか意味不明だったんだけどね。
けー、この威力よ。いや、わかんねえな。ちょ、やばいな。この絵相当レベル上がっちゃってるパターン。そんなことはないか。そんなことはない。頑張れ、ゴエモン2的な感じになっちゃってる？大丈夫？行くとこわからんぞ、これ。とりあえず8000貯めます？ここで。いやー、でもなーどうしよう。村の人はみんな話しかけたから、鷹の彫像っていうのをどっかで使うんかな。でも使いどころとかがよくわかん、もういけない、いけないっすよね。どっか一箇所行けるとかそういうあれでもなさそうですし。まさか、まさか、こんなところで詰まる、こんなところでっていうのもあれだけど、詰まるとは思わないんで、前のところかな。一つ前、一周回って前のところでなんかやるとか。いや、でも扉が開かれたみたいなこと言ってたから、絶対、ここだと思うんすよね。サルモンの神殿の扉開かれたって言ってたから、まあ今までのところはまあまあ練習みたいなもんですよと。まあそれでもきつかったけれども、きついところはきつかったよね。ボスみたいのがいたし、一回やられたし。いや強い。なんだったらリターンとか使うまでもないっていうね。普通に帰れるっていう。ですね。あれれれれれ。いやー、全然覚えてねえな、これ。曲はすごいいいんだけどね。今ね、ちょっと考えてるというか、考えてるのが、その前のダンジョンというかを頭でちょっと巡らせてるんだけど、行ってないとこはないのよね。まあ、ただ百聞は一見にしかずだから、行ってみるしかないかなっていうのは思ってる。ちょっと行ってみますか。で、ライトの魔法がやっぱりちょっと怪しいと。行き止まりのとことかでなんかあったじゃないですか。こっちはないのよ。ここじゃあ、あ、ここか。あ、ここでしたっけ？ここの奥か。ここで、ここからでしたっけ？ここの行き止まりのとことかで、なんか使うんじゃないかと。なんか FF みたいに横道みたいのが出たりするんじゃねえかなってちょっと思ってたり。します。ここ右は神殿だから、まあ敵は倒してね。たっとここでしたっけ？違う。まあまあ一応行ってみましょう。ここはマトックでおっさん助けたと。ここは関係ないと。いや、でもちょっと行ってみますか。わからんからね、何があるか。ここでファイヤーとかも何もないと。
確かにこの先行ったところも全部完全に見たっていうわけじゃないもんね。あれ？ここもなんか怪しい。この奥は？そう、こういうとこで使うんじゃねえかなと。これでほい、何にもMP 使っただけ。あれなんかさ、ライトピャン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 ぐらいは光ってほしいかなみたいな。光ってあ何もないっていう、なんか反応欲しいよね。 OK。まあそんなに多くなかったんで、箇所としては。あれ持ってきちゃったか。ん？ここか。まあ何個かあったので、そうよね、こう来て絶対何にもないって言ってたところがね、こことかでしたよね確か。違うっけ。あ、ほら、こう敵いて何にも起きない。嘘でしょ。ライトの魔法ってじゃあ何なんていう何なんだろうね。ここもない。これファイヤー手に入れたところですよね。記念すべき第1個。いや、あのおかげで相当助かりましたからね。逆にこういう途中の道とかで使うのは、何も起きねえぞ、バカな。うっそ。こことかなんかあったっけ。こことか。何も起きない。ここ絶対起きるでしょ。バカな。俺ライト装備してるよね。だよね。絶対なんかあるんだけど、ないのか。はあ。で、あ、ここはもう神殿になっちゃうと。一旦じゃあ神殿で回復してから行こうか。なんかそれの方がいいよね。邪悪な鈴とか手に入れたところ、あそこの探索もしたいので。あ、違う、あれここなかったっけ。神殿っていうか、あの本を収めたとか。あった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 。ここで回復してもらって、オッケー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 と回復してもらっていこうと。こっちじゃない、こっち。なんか聞き逃してる情報あったかな。あれ左、こっち。あれ違うな、右か。右行って、まあ、ボスがいたところを通り抜けてっていうと感じですね。ここっすね。
ここも何にも起きない。なんだったらもう一回ボス復活してもいいと思いすら思ってるからね。ここもないと。あとは花があるだけっすよ。こいつ、こいつ攻撃力あるね。こいつ油断できねえな、こいつな。花ってロダの実と一緒でもう一回取れるのか。ロダの実もなんか取れそうだよね。これで、ああ取れた取ってなんにもないと。いやーもうここが、ちょっとここいけんじゃない。ちょっとこういうことっすよ、こういうこと。鉄鉱石ありがとうございます。やったー。ちょっとこういうことっすよ、こういうこと。下逃してんじゃないのよ、もう。ちょっと薬草使うわ。え、薬草ねえ、使っちゃったんか。くそ、ちょっと気をつけていこう。ちょっとそういうことがしたね。そう、見逃しちゃうね。いやー、やばいね。ここは何にもなくて邪悪な鈴があるとあったとこでも、もう下にはさすがにないよねっていう。気をつけないとやばいっすからね、こいつね。よし、もう復活するっていう。これすげえな、お前な。いやー、なるほど。で、あとは上ですね。よし、あれ、これここもあると。そうですね、逆にこの存在があればさっきの下気づけるよねっていう、こういったところね。そういうことか。厳しいね。おっしゃ、レベル上がった。オッケー。これまたガンガン進めると。でもなんか、いや特にねえか。ラストか。まあでも鉄鉱石あったのはでかいな。これでアーマー変えるね、多分。真ん中のアーマー。でもここまで来たらなんか最強のアーマー作りたくない？作りたくないっていうか買いたいよね、もう。結構もう稼げるじゃない？ここでも。こことか。ないね。いや、ライトの魔法がマジで謎。じゃあ、花のとこっすよね。で、下もないよね。さすがにねえだろうっていう。こことか。ない。ないか。ここ、盲点でしたね。いや、見たらわかるだろうっていう。まあ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 。オッケーオッケーと。じゃあ一旦戻りましょうかね。そうですね、ここがもうボスのところ。オッケー。じゃあ戻る。エネミーってなってる。あれ、敵がいるってこと？前の敵か。いや、戻ろう。装備。じゃあ鉄鉱石をギトに渡すところから次回始めたいと思います。今回の収穫は鉄鉱石でした。テッシーでした。失礼いたします。